はい、マイマイマイゴエンというゲームをやろうと思います。このゲーム、サンリオさんが作ったゲームなんですけど、なんとね、サンリオさんから直々にプレイしてほしいというご依頼をいただいたので、で、ゲームのね、概要を聞いた時も結構面白そうだなと思って、ゲーム自体が、はい、なのでぜひやらせてくださいということで、はい、プレイさせていただいてるんですけど、まあ、どういうゲームかというと、そのサンリオピューロランドに遠足に来た、保育士さんと幼稚園児たちが、そのいわゆるデスゲームみたいなのに巻き込まれてしまうっていう、そういう概要らしくて、で、そんなんサンリオさんがやんのと思って、めちゃくちゃ面白そうじゃんと思ったので、はい、まあなんで早速プレイしていきましょう。いや、マジどういう内容なんだろうな、これ。じゃあ初めからで、良い子の操作説明。あ、スマホでもいけるんだ。はい、ちょ、ブラウザでプレイしてます。はい、ふう、すっきりした。岡田優、あー、この人保育士さん。いきなりトイレから始まる。さすがサンリオピューロランド、トイレまで。ここピューロランドなんだ。あ、確かにね、ピューロランドのトイレなんかめっちゃ怖いクマいるよね。みんなお待たせ。あ、この子が園児かな。でもグラフィックかわいいな。あ、光る、ゆう先生おかえり。すげえ格好してるな。え、幼稚園児だよね。お母さんのセンス半端ないな。あれ、光るとマリアだけ。あ、こっちの子はマリア。みんなは、お、光るとマリア、マリア。みんな、うわー、サンリオオーラがすげえ、この子。キラキラしてる。こうなると逆に岡田の格好の方が浮いてるな。ゆう先生トイレ行ってすぐ戻ってくるから、ここで待っててって言ったじゃん。いや、それは目離して岡田が悪いんじゃないか。マリアはちゃんと待ってたもんね。いや、でもすぐ見つかるだろ、こんな子たちねえ。マリアちゃんかわいいわ。うわわあ、もうすぐ集合時間なのに。ああ、いなくなっちゃったんだ、みんな。早くみんなを連れ戻さないとルミ先生に怒られるぞ。ルミ先生、あ、先輩かな。2人はそのままここで待っててね。そのままね。岡田は新人なのか、これ。はいはい、みんなその辺にいると思うよ。いや、右上に明らか個性強いやついるけどな。先生ガンバ。マリアちゃんかわいいわ。すげえな、お母さんの服装の気合の入れようが半端ないな、2人とも。どっか行っちゃったのは新谷、颯に、シンタとハヤト、全部で7人か。この知恵の木の近くにいるとは思うけど。あ、これ知恵の木っていうんだ。あ、動ける動ける。メニューとかまだ開けないの。あ、いるいるいる。え、これ入れたりする。あー、入れないんだね。いや、あるよね、ピューロランドでかい木が。おいおい。絶対うちの園児だろ、お前ら。独特すぎるわ、見た目。あ、いたいたな。シンタ、渡る。いやいやいや、そんな大声出す距離じゃないから。お、戻ったか、ブラック。ブラック、あ、でもなんかお面つけてる。レッドである俺のライバルなのに慌ててトイレに駆け込むなんてだらしないぜ。あ、シンタはレッドなんだな。あ、ブルー、あ、ブルー、ララしないぜ。あ、渡る、あ、渡るはブルーなんだ。あ、確かに色合いがな。俺ブラックなんだ。まあ、見た目はな、めっちゃブラックだよ。労働環境はホワイトだといいな、岡田。ゆう先生ちゃんと待っててって言っただろ。もうすぐ集合時間だからみんなのところ戻ろうな。いや、まあ幼稚園児だしな、言うこと聞かないよな。じゃない、まだまだヒーローの戦いはこれからなのに。ああ、ヒーローに憧れてるんだな、シンタは。ルミ先生が怒るぞって。ルミ先生怖いんだ、そんな。ルミ先生ちらつかせてみるか。じゃあ、おい、ルミ先生怒るぞ、シンタ。集合時間に遅れたらルミ先生怒るぞ、きっと怖いぞ。そうだぞ、最近残業続きでイライラしてるから、ルミ先生。う、それは嫌だ。あー、やっぱルミ先生ちらつかせるということ聞くんだな。しょうがない、集合場所に戻るか。知恵の木の平和を守るのもヒーローの務めだからな。ルミ先生に比べると岡田舐められてんだな。ぐるぐるキャンディー食べて待ってるのら。食って待ってろ、渡る。よーし、残りあと5人だな。7人か、まあ思ってる少ないね。
でお前も絶対うちの園児だろ。おい、見た目ですぐわかる。あ、いた。うん、かなた。いやだから近いって。声量に対して近いって距離。ゆう先生、クスクス、僕たちを探してたの？いや、この子もすげえな、見た目。本当に幼稚園児か。え、僕たち？ゆうの慌ててる顔、面白かったぞ。あ、そのパンダ？クスクス、そうだね、ひなた。すげえ、パンダユニコーンだ。そうだった、あのぬいぐるみは、かなたの友達のひなたなんだったな。へえ、そんな人間みたいな名前つけてんの？かなたとひなたの2人って意味で僕たちか。あ、なるほどね。もう2人とも勝手にいなくなっちゃダメだろ。いや、岡田がトイレ行くからだろ。だってなんか変なやつがいたんだね、ひなた。いや、かなたも十分個性的だけどな。丸っこい変なやつだったぞ。追いかけたけどいなくなった。丸っこい変なやつ、丸っこい変なやつ、ピューロランドのキャラ。まあ確かにね、サンリオキャラ大体丸っこい変なやつだな。そういうのじゃなかった。まあどうせ信じないだろうけど。お、いやー、ここはカナタの言うこと信じといた方がいいんじゃないか。岡田信じるよ。いや、カナタがそう言うなら信じるよ。妖精さんでも見たのかな。おい、それ逆にあんま信じてなくないか、岡田。さあ結局見失っちゃったし戻ろうか、日向。いや、ちっちゃい頃ってそういう大人の優しい嘘に意外と気づいてなかった。よし、残りはあと4人だな。岡田、見透かされてるぞきっと、彼方にも。ああ、みんな戻ってる。彼方、まだ全員揃ってないみたいだね。あと4人か。キャハハ、ルミ先生が帰ってきちゃうぞ。大人の上下関係を見抜いてるじゃん、彼方は。渡る、僕はクールで賢なブルーなのら。渡るはこのレッドのシンタだっけ。シンタと仲いいんだな、渡る。シンタ、うおー、ヒーローの戦いはまだ終わらないぜ。ヒーロー大好きっ子ね。で、ヒカル、みんなその辺にいると思うよ。ヒカルとマリア、いやなんか結構しっかりしてるよな、みんな幼稚園児だけど。先生ガンバー、ありがとね、マリアちゃん、かわいいわ。おい、お前絶対うちの園児。あ、いた、すげえ格好だな。はやて、声がでかい。岡田か。呼び捨てじゃん、名字で。もう完全舐められてるじゃん。ダメじゃないか、待っててって言ったのにいなくなっちゃう。そんなに離れてないけどな。ふん、お、クールキャラ。どいつもこいつもうるさかったから静かなところに。おい、中二病になるの10年早くないか、お前。また一人でゲームしてたのか、せっかくの遠足なのに。あ、ゲーム好きなんだ、ハヤテ。というかゲーム機を持ってきたらダメだよ、こんなとこ。子供騙したらつまんねえ、おい。いやマジ早熟すぎない、いろんな意味で。こっちはランクかかったネット対戦中なんだ。ほと、あ、ランクマッチしてる。おい、幼稚園児にして、お前ゲームも子供騙しちゃう。いやまあこれは下だろう。いやこれ俺が言えないわ、こんなゲームも子供騙しじゃない、大人でも楽しんでる。まあまあ、もうすぐ集合時間なんだし、お家に帰るまでの間くらいは楽しまないか。うん、せっかくみんなで来たんだしさ。ニコー、はあ、わかったよ。あ、でもなんか音符マーク出たな。まあいいや、ちょうど試合も終わったところだし。あ、喋りながらランクもやってたんだ。知恵の木の下に戻ってるぞ、はやて。なかなかやるな、お前。ゲーム実況の才能あるんじゃないか。ピューロランドって屋内だから電波のつながりが悪いのかと思いきや、うん、つながってるんだよな普通に。いやそりゃつながるだろ。ピューロランドなめんなよ、から。結構街中にあるんだ。よし、残りあと3人だな。あと3人ね。いたいたいた。いやもうみんな髪色がすげえんだよな。あ、いた、ライオン。え、 ライオン。いや間違えてない、違うよ。あ、ライオンだ。あ、岡田先生、ライオンって、え、本名、あだ名。すいません、勝手に移動してしまって。というのもですね、全然ら、おお、お姉たま、あ、ライム、あ、姉妹、ライオンとライム。ゆうちゃん先生、大五郎、大五郎来た。おい、ライオンの後の大五郎は落差ありすぎだろ。うわ、ライム、大五郎、
じゃあライオン本名、このように活発ハッチなお二人を放置、いやいや何言ってんの、幼稚園児の語彙力じゃないだろ。いやアポトキシン飲んでないこの子。え、あー 見ててくれたんだねこの二人を、ライオンは。いやありがとう、さすが百獣の王、おかげで助かったよ、二人を見ていてくれてありがとう。いえいえ、これくらい、え、めっちゃいい子じゃん。ライオン感全くないけど。それでは私たちは集合場所に戻りますね。ライムさん、大五郎さん、行きますよ。本当に幼稚園児？はーい、岡ちゃんまた後でね。いや、もう俺の中の幼稚園児のイメージって。大五郎ちゃん行きますよ。もうこれライムみたいな。あ、俺をね、あ、大五郎みたいな感じだと思うけど。なんかしっかりしてる子多いな。しっかりしてるっていうか、アポトキシン飲んでそうな子多いな。よし、これで全員だ。俺も集合場所に戻ろう。おー、全員集まった。うん、全員揃ってるな。よかったよかった。この7人ってか9人だな。9人が園児か。いや、多いな。お、ルミ先生。じゃ、めっちゃいる。じゃ、まだ増えた。めっちゃいるじゃん、園児。あ、ルミ先生だ。ルミ先生も来たし。シンタさん、皆さん、ちゃんといい子にしてたかな？いや、いい子にしてましたよ、みんな。おぉ、そんな遠くに行ってなかったしね。おぉ、てか、エンジを？あんたたちはユウ先生がいなくなった隙にどっか行っちゃったでしょうが。あ、そうね。岡田がトイレ行ってる隙にね。うわわ、光る。それはもういいから。まあ、トイレぐらい許してほしいけど。おっほん。あ、怒ってる、ルミ先生。光さん、それはもう気にしなくて良いのでございますよ。え、なにその口を。先生、ゾー、すげえ、すごい子いる。まったくもう、今日は遠足なので多めに見ますけど、やっぱ先輩なんだね、ルミ先生。保護者の方々の前では、特にさん付け気をつけてくださいね、ユウ先生。ああ、そういうこと？ヒカルを呼び捨てにしたから怒られてんだ。すいません。しっかりしてるな。そして、軽率に子供たちから目を離してもいけませんよ。まあ確かにそうだけど、トイレは許してあげて。すいません。ああ、多分こういうのあって舐められてんだろうな、子供たちから。まあいいでしょう。今回の遠足もこうして無事に終わりそうですし。あ、遠足に来たんだね、ピューロランドに。では皆さん、忘れ物はありませんか？まだ遊び足りないのです。お、ザ・エンジ、ライム。私もまだまだウルトラ、アポトキシン飲んでそう、アキ。ダイヤ。おお、この子は喋らないキャラなの。あ、車椅子乗ってる。守る。ふむ、皆さん元気ですね。こういう子もいるんだ。リンリン、私は一日歩き回って疲れちゃった。いや、すごい、みんな個性的だな。ゆずりは、私ももう疲れちゃったんだけど。そしてみんな服装気合入ってる。まどか、疲れちゃったゆずりはちゃん、いただき、あ、カメラ一眼レフ持ってきてる。幼稚園児サイズの。これはいいの？ゲーム機さっき怒られてたけど。はやての。え、なんかいる。かなた。あ、かなたが見たの。今のさっきの変なやつ？変なやついたな。かなたはどうしたの？あれを見たって言ってたのか、さっき。あれ？ん？お、なにあれ？扉がある。さっきあんなところにあんな扉あったかな？え？あったっけ？え、覚えてないわ。なんと、今まで気づかなかった。謎の扉。これはバズりそうな。おい、SNS やってる。幼稚園児にして。秘密の扉だ。ママに自慢できるかな？あ、ザ・幼稚園児その2、大五郎。秘密の扉。お！え、何？あれ、なんか、ああ、グラッとしてる。大丈夫か、岡田。でももう時間だし。あ、岡田だけなんだ。最後にみんなで遊んでいくのです。え、あの扉がヒーローを呼んでいる。その挑戦受けてた。うわー、なんか、え、やばそう、これ。あからさまに。ふん、あんなのただ見落としてただけだ。いや、そうだ、これ、デスゲーム系なんだよな。ダメだ、石は。あ、そうか、それでこんな人数いるんだ。それじゃあ最後にちょっとだけ、あのアトラクションに入ってから帰りましょうか。ええー、いや、
これ始まるじゃん絶対。意識が吸い込まれる。岡田が、岡田どうした、またトイレ行くか。あ、岡田ー、暗転した。お、気づいたかな、気づいてくれたかな。おい、なんか来たよ。え、てかマジで幼稚園児でやんの。どんな子たちかな、仲良くなれるかな。てかピューロランドでそんなことやっていいの。一緒に遊びたいな、いろんなことしたいな。あ、もうなんかセリフが、早く会いたいな、見つけてくれるかな、会いたい。さあもうすぐ始まるよ。おい、ピューロランドが恐ろしいところになってる。おお、扉入ったってことか。うわー、あ、ここでセーブ取れるんですね。なるほど。え、すげえな。ガチでサンリオの怖いゲームじゃん。あ、おから、大丈夫か。え、これ入ったってこと？中に。あ、どこだ。あれ？いや、岡田の精神世界っていうパターンもあるな。誰もいない。ここは？俺一体。岡田暗転したよな、なんか。ん？ああ、メニューボタンでメニュー。ああ、はい、なるほど。現在地や持っているアイテムの確認、さらに進行のセーブまで。実に便利な画面になっておりますゆえ、ぜひご活用ください。はーい。ああ、丁寧にどうも。ああ、なるほど。名簿オプションセーブ。アイテム何も持ってない。名簿ってなんだ？あ、すげえ、プロフィール見れるんだ、みんなの。へえ。え、すげえな、めちゃくちゃクオリティ高いな。今更だけど。じゃあ後で見てみよう、これ。とりあえず、こっちか？あ、エリアチェンジした。おー、なんだこれ。ウェルカムトゥユーロピア。え？ユーロピア？なんだここ。ウェルカムトゥユーロピア。ピューロランドではない。え、なんかでも外見めっちゃ似てない？ピューロランドに。ピューロランド？いや、よく見たら全然違う。あ、違うんだ。でも、え、でもこんなんだったよね、外観。ピューロランドって。なんか、見覚えがあるような気がする。え？岡田？来たことあるってこと？いや、今はそんなことよりも状況を整理しないと。お、ルミ先生とか、みんな。俺たちはピューロランドに遠足に来ていて、自由時間の後、知恵の木の下に集合して、そこまでしか思い出せない。気がついたらあそこに倒れてたと。じゃあ、みんなやルミ先生はどうなったんだ？これもピューロランドの一部なのか？いやいや、ピューロランドにこんな場所ないだろう。パンフ読んでみ？入ってみるしかないよな。異世界転生した？扉を抜けて。入った。あ、みんな倒れてる。みんな、あー、ルミ先生もいるじゃん。大丈夫か？え？すやすや。あ、寝てるわ。寝てるだけか。むにゃむにゃ、もう食べられないのら。え、なんで岡田だけ離れたところに。寝てるだけなのか。いや、とにかく救急車。ああ、そうね。呼べんのか、ここ。圏外ですわ。あれ、圏外。閉鎖空間だ。くっそ、さっきまで繋がってたじゃないか。まあまあ。あ、ルミ先生。とりあえずルミ先生起こさないと。そうね、寝てるだけなら、起こせば起きる。格言。ルミ先生起こそう。みんな眠っている。ああ。ルミ先生に話しかけろということか。はあ、てか、さすがにやっぱりピューロランド舞台ではないんだな。別世界の遊園地。ちょっと安心したわ。ルミ先生！お、声のでかさが取り柄。あ、気づいた。あ、あれ？ユウ先生。大丈夫ですか？ルミ先生。よかった。怪我はないですか？
みんな同じところで気絶したってこと？大丈夫そうです。あの岡田と同じタイミングで。それよりこれは、いやビビるわな。いや大丈夫ですよ、それが俺にもさっぱり。いや眠ってるだけですから、ルミ先生。一応みんな怪我とか大丈夫そうで、眠ってるだけみたいなんですけど。うん、ここがどこかもわからないし、スマホの電波が圏外なんです。出口を探さないといけないということか。あ、確かに。俺、誰かいないか人探してくるので、ルミ先生はみんなを見ていてあげてください。お、岡田、急に頼もしくなったの。お前、わかりました。誰か人がいないかか。霧も濃いですし、気をつけてくださいね。いや、あの彼方が見つけたやついるんじゃないのか。マップ端から全体マップに移動することができます。あ、へえ、全体マップとかあるんだ。なるほどね。移動して助けを探す。オッケー。ルミ先生、ユウ先生は誰か人を探してきてください。霧も濃いですし、気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。ああ、はいはい大丈夫です、さっき聞いたんで。じゃあ移動するか。特に宝箱というか、なんか調べられそうなものはないな。なあ岡田、お前リュック四角いな。ああ、すげえすげえ、ワールドマップだ。すごー。あ、休憩所、ここ行けってことか。おー、来た来た。家があるぞ。この扉、内側から鍵がかかってるな。ここが休憩所？この家が。他には何もなさそうかな。あ、扉開いた。開いてる。中を調べよう。危険だ。いやいやいや、ここは。中を調べよう。男見せるぞ、岡田。よし、中を調べるぞ。オッケー。リュックの中になんか入ってないのか、スタンガンとか。おー！あ、自販機あるじゃん。薄暗くてちょっと不気味だな。本当に休憩所っぽいな。誰かいませんか？いない。あ、そして圏外。やっぱりここも圏外か。誰もいないし、電話とかパソコンとかも見当たらないな。キッズスペースと自販機か、あるの。ここに来てからずっと電波も通じないし。どうした？でも、最悪の場合、ここで一晩過ごすこと。ああ、そういうことね。まあ確かにこの家があればな。あっ！お帰り？待っていたよ。え？なんかいる？え、てか、お帰りだよ。あっ！消えた。気のせいか。今何か。いや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 、俺も見た、俺も見た。え、てか、岡田やっぱ来たことあんじゃない？ここに。お帰りって言われたぞ、お前。なんか気味が悪いな。戻ろう。いや、さっきデジャブっぽいことも言ってたし。岡田？あ、なるほど、ここが。はいはいはい、ここに通じてるわけね。オッケー、戻ろう。あ、みんな起きてる。あ、ユウ先生、光る。みんな起きたんだね。怪我はない？いやー、みんなニコニコしてるけどな、渡るとか。ブラック、なんだよ、ここは。いや、わからん。ブラック知ってるっぽいけど。私たちいつの間に？さっきまでピューロランドにいたはず。あー、やっぱライオンも気を失ってわかんないんだ。皆さん、怪我してないみたいです。その点は一安心ですね。そうですね。それで、ユウ先生、いかがでしたか？誰か見つかりましたか？いやー、誰もいなかったけどな。一人いません。休憩所あったけどね。近くに休憩所のような建物がありました。電気も通ってるし、危険もなさそうです。まず、この子供たちのな、安全を。まあ、電波は通じないし、外と連絡が取れそうなものもないですけどね。とりあえず安全な場所に行った方がいいんじゃないか。なるほど。いつまでもここにいるわけにもいきませんし、そこに、おん、行こう行こう行こう。なんか、子供たちのための場所っぽかったしな。あの家。お、あ、霧が、あ、霧晴れた。お、おー、おー、すげえ、ユーロピア、めちゃくちゃ怖そうなアトラクションある。あれ絶対怖いだろ、真ん中のやつ。なんというか、すごい景色ですね。いや、ピューロランドの周りこんな土地ないよ、でっかい。いや、それおかしくないか？だって、もう、ピューロランドは屋内型の、いや、そうそう。
こんな屋外のエリアなんて、いや多摩のあの辺にこんなでかい土地ないって、見たことないって。じゃあここはどこなんだよ。完全に異世界に行ってる。本当に何なのここは。現実なの？いやー、何なんだろうな。でも確かにユーロピア。あ、何の音？なんか落としたな。え、お、音が近づいてきます。なんかカタカタ言ってる。ん？あ、あ、あいつだ。え、妖精。デミ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 言ってる。え、テレビ押してるよ。なんか来たな。何こいつ。あ、ゾウヤちゃん。卵？ゾウヤちゃんの強キャラ感やばいな。カエルちゃんじゃない？卵に見えるけど。かわいい。いや、マリアちゃんもかわいいよ。色合い似てるしね。デミ。デミってなんだよ。どんな鳴き声？なんだ？こいつを、ぼーっと眺めてる場合じゃなかった。お。ちょっと、ここはどこなんですか？ああ、聞いてる。答えてくれる。デミ。あ、デミしか言わないわ。いや、デミじゃない。いや、岡田。お前何が言いたいんだよ。そういうキャラなんだから、そういうのしか喋らないに決まってるぞ。何か始まるぞ。テレビついた。お？おお、何これ。規約？おお、長い長い。は？楽しいユーロピア、良い子のルール説明。楽しいユーロピア、良い子の、ああ、俺が言ったから大丈夫だよ、から。俺がちゃんと読み上げたから今。カエル卵。あ、やっぱカエルなんだ。え、カエル要素どの辺？ルールは簡単。ルール？みんなが最初にもらえるメダルは、一人5枚。メダル？ 5 枚。いろんなアトラクションにチャレンジすれば、ほうほう、メダルをゲットできるよ。あー、アトラクションでメダルをゲット。メダルが10枚集まったらクリア。あ、5枚増やしたらいいってこと？出口に進めるよ。あ、なるほど。そういうことか。一番最初にクリアできる子は誰かな？用意スタート。10枚集めた人から脱出できるってこと？はあ、なるほど。なんだ、これもアトラクションなんじゃない？いや、まあ、アトラクション、まあ、そうか。びっくりした。本物かと思っちゃ、いや、本物だよ、大五郎。ピューロランドに偽物のものなんてなんもないよ。最近のテーマパークは、いやいや、ルミ先生。いや、ルミ先生は信じちゃダメでしょ。え、なんかみんななと、いや、そうそう。あの、土地は土地。たまにあんな場所ないでしょ。どういうことですか？これってつまり、さっき入った扉の中の、いや。ルミ先生、しっかりして。いや、絶対おかしいじゃん。敷地面積がおかしいじゃん。さっき入った？あ、この扉ね。あ、そうだった。俺たち帰り際に変な扉を見つけて、やっぱ入ったんだ、あの後扉に。お、俺たち結局あの扉に入ったんでしたっけ。あ、岡田は覚えてない。ええー、みんなで入ったじゃないですか。入ったんだ。もっとも、その後は気がついたらもうここにいたわけですが。なるほどね。みんな気を失ったってことね。扉入ったら。ですよね。母。いや、でも、ピューロランドの中はおかしいでしょ、これ。なんか記憶が曖昧だけど、状況的にまあ、そりゃそうか。岡田だけ入った記憶はない。よし、そういうことなら受けて立つ。俺が一番にクリアしてやるぜ。俺と、気合入ってるな。メダルを配るデミ。あ、喋れるの？デミ以外も。じゃあ岡田はさっき意図的に無視されたんだ。結構しっかりしたメダルなのね。え、これゼロになったらどうなるんだ。しかしどうしましょう。時間的にはもうピューロラいや、ルミ先生落ち着きすぎじゃない？え、アトラクションってことで一気に納得しちゃったんだ。このアトラクション結構長くなりそうな気が。そうですね。岡田はもう信じちゃってんの、これ。なんかこのアトラクション、個人的にはいろいろ引く。いやいや、俺も。岡田、俺もそれ思ってる。いや、完全おかしいでしょ、もう。すぐ帰った方がいいって。すげえよ、ピューロランド楽しすぎ。まあでもそうか、さっきまでピューロランドにいたから。どこから行くですか？ピ
ピューロランドの中だってみんな信じちゃってるのかな。ちょっとだけ体験、岡田みんなすっかりやる気になっちゃってて、今すぐ中断させたらかわいそうですし、岡田だけが希望だったのに。みんなが遊んでる間にあの着ぐるおい着ぐるみっていうな、岡田こっそり保育園に、岡田俺言わないようにしてたのにおい、サンリオキャラに着ぐるみなんて存在しねえんだよ、覚えとけ。やれやれ、わかりました。でも本当にちょっとだけですよ。あんまり遅れたら保護者の方々や保育園にも迷惑をかけることになるんですからね。いやー、ルミ先生、ルミ先生はとっさに帰る判断をしてほしかった。メダルデミ、メダルデミあげてる、みんなにメダルデミ。え、これって岡田とかももらえんの？メダル。カエル卵は全員にメダルを配り終えると、幼稚園児だけ？モニターを引っ張ってさっさとどこかへ行ってしまった。いなくなったか。え、アトラクションやるのか。じゃあふん、結局これ出た、ハヤテ子供騙しだろ。内心ウキウキしてんじゃないのかお前。あ、ハヤテくん待って。あ、ゆずりは、ハヤテのこと好きなの？ヒーロー出動、みんな行くぞ。レッド、ヒーローなシンタは力がもちもちだから、僕ちゃんの荷物も一緒にもちもちなのら。ブルーがなんか言ってるぞ。え、まあうん、そうだな伝わってないじゃん。いや、力持ちだから荷物持ってってことだよ。シンタ君放っておきません。僕もシルバーですから行きま、あ、守るシルバーなんだしょうがないな。まあ私も一応グリーン、ああグリーンいた。やっぱ色合いで決めてるんだな、レッドは。何やらバズりの予感、ベストショット狙うです。窓か、お前幼稚園児で SNS はやめとけよ。ほら危ないから走っちゃった。いやいや、一緒に行けよ、おい岡田俺も追いかけなきゃ。いや、そう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 、子供たちだけで行かせるな、お前。ああ、なるほど、ここで一区切りと。いやー、いよいよ始まったな、ゲームが面白くなってきた。あっ、頑張り山、あそこ行けってこと？よし、行ってみよう頑張り山。あっ、もうみんな来てるじゃん。岡田が一番最後じゃないか。これがアトラクションなの？最初の頑張り山、登りきれたらメダル5枚。え、メダル5枚？初回限定参加メダルなし、無料で挑戦できるデミ。え、5枚もらったら、登りきれたらメダル5枚ということはねえ、10枚集まるじゃん。全員が最初にもらった5枚と頑張り山でもらえる5枚を合わせれば、5枚と5枚でどうなる。いや、そうだよね幼稚園児難しいよね。足し算5と5を合わせたら10になる。いや、ライオンマジ頭良すぎな早くもゲームクリアに必要なメダルが集まるじゃないか。なんか頭いい幼稚園なのかな。すげえ。しかしなかなか、いや、雲かかってるいや、富士山級にでかくねえか。あの独特の見た目の取っ手につかまりながら登っていく感じでしょうか。ああ、ボルタリング的な。ヒーローならこれくらい楽勝だぜ。え、でも子供に手届かなくないか。足が震えてるぞってひなたが言ってるよ。クスクス。お、いや、レッド頑張れ、負けるな。なんだと、リーダーだろ。いや、知らないけど。まあまあ、ユウ先生が最初にお手本見せるからさ。おっ、岡田大丈夫そうだったらみんなも。おお、さすが、時折頼もしいな岡田。なるほどね、まずは最初岡田が。これがアトラクションか。うん、パッと見子供向けの遊具だけど、いや、高さが半端なさそう。やっぱりなんか嫌な感じがするんだよな。え、なんか仕掛けがあるってこと？まあいいや、さっとクリアしてみんなが挑戦してる間、係の人を探しに行くとしよう。係の人ね、中の人とかじゃなくてね。頑張り山始まった。あー、ここでセーブ取るんだ。なるほど。お、え、ちょっと登ってる。あ、ミニゲーム。あ、ルール説明。頑張り山をどんどん上に登っていきましょう。あ、すげえすげえ。登ってる間どんどん右上のスタミナが減っていきます。あ、これが岡田のスタミナか。取っ手に捕まっている間はスタミナが減少しませんが、ほんほん、
変な顔の遊具は障害物なので乗り越えることができません。なるほど、これは迂回しろってことね。落ちているスタミナ回復ドリンクやアイテムは自由に拾うことができます。ほう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 、スタミナドリンクは取った方が良さそうだな。無視して上を目指すかはご自由に選ぶと良いでしょう。はーい、よーし、やるか、おから、みんな見てるからな。よーし、どんどん登っていくぞ。見せてやるよ、おから、お前の鍛え上げられた。よし、チケット、これなんだ、まあ、いいや。お前の鍛え上げられた上腕二頭筋よ。いいぞいいぞ、スタミナ取って、あ、オッケー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 。あ、ここで切り替わりか。あれ、そろそろ登り切っても良さそうなもんだけど。あ、そんな低く見えたの、下からだと。というか、なんか傾斜がきつくなったような。傾斜がきつくなった。あ、ほんとだ、岡田の登りが遅くなってる。なんか、え、いつの間にこんなきつい角度に。あ、傾斜がこんな高い山じゃなかったと思うんだけど、なんかおかしいぞ。傾斜がものすごくきつく。おお、大丈夫か、岡田、頑張れ。スタミナぐいぐい減っていく。まずい、岡田、頑張れ頑張れ。てか、お前リュック置いていけよ、バカ。なんでリュック背負ってんだ、お前、絶対それ邪魔だろ。いける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 、よし。これはダメだ、しがみついてられない。え、あれ抜けたのに。うわー、岡田ー、リュックがクッションになるか。え、あー、ああ、無事だった。え、先生、滑り台すごい。あ、マリアちゃんになんか褒められてる。岡ちゃんずるいです、あたちも滑り台やるです。滑り台、え、あれ、無事だった。あれ、キャー、すごい悲鳴だったぞ。あれ、実際そんな傾斜じゃなかったってこと。笑っちゃ悪いよ、ひなた、クスクス。ちょっとかっこ悪かったぞ、ブラカーちゃん。幼稚園児に気使われてる。でも大丈夫だ、仇はこのレッドが取ってやるぜ。おお、レッド、ああ、みんな登っていく。ちょっとみんな、え、大丈夫ですか、ユウ先生。え、てかみんな大丈夫、ルミ先生、みんなを止めないと。これなんか変です。うん、なんか傾斜がすごいきつくなっていってたけど。ふふ、私が見た感じ大丈夫そうでしたよ。え、ユウ先生、すごく緩やかに滑り落ちてきたように見えましたし。あれ、すごく緩やかに。実際に登ると変わるってこと。ああ、大五郎、大五郎ってば、ダッサ。ちょっとは颯くんを見習えば。颯、いや、登ってすらないだろ、颯は。俺はこんなのどうでもいい。いや、な、うん、ね、いや、ねじゃないよ。別にかっこよくねえよ。うおー、クールだな、颯。あ、颯ってイケメンキャラなんだ。あ、そうなんだ。ひーちゃん、マリアも滑ってくるね。あ、マリアちゃんも行くの。マリア大丈夫、お膝すりむかないように。いや、ほんと気をつけて。だってこれ、あー、レッド落ちてきた。ぐわー、ナノラー。いやいや、傾斜きつくなんなかった、上の方で。ねえ、みんな普通に遊んでるな。あれ、でもあの感覚、岡田だけ、まるで崖から落ちたかのような。いや、めっちゃ絶叫してたもんな。俺実は高所恐怖症だったとか。いや、なんだろう、幻覚とか。あ、あれ、日が暮れてない。あれから俺もみんなも何回か挑戦したけど、まるで登りきれる気がしない。あ、誰もクリアできてないんだ。一度ユウ先生が見つけたという休憩所に行ってから、うん、もう一度係の方を探しましょう。いや、これ係の方いないんじゃねえの。本当にこれピューロランドの一部なんだよな。いや、まだ言ってんのか、岡田。ああ、ああ、なるほど。いやー、だんだんみんな異変に気づいてきたね。ダメですね。ああ、休憩所来てる。係の人もさっきのカエル卵でしたっけ、もいません。ああ、あいつらもいないんだ。どうしましょう、電波も相変わらず圏外ですし、出口がない。みんな、いや、とりあえず中入ったら、
ダイヤ。うん、確かに私も足疲れた。いやほらほら、いや中椅子あったよ。そんなこと言ってもしょうがないでしょ、もうちょっと頑張ろう。いやいや座ってていいと思うけどな。みんなマリアも立ってるの疲れちゃった？あ、マリアちゃん疲れたって。大丈夫？そこにベンチあるよ、座る？あれ？あ、ヒカル、マリアちゃんにはすげえ優しいんだな。ビーフストロガノフの中のポークみたいに言ってること変わったね。どういうこと？それ、どういうこと？あ、ビーフストロガノフなのに豚肉入ってるみたいだねってこと？みんなだんだん元気がない。いや、ツッコミ入れて。誰かゾウやボケにツッコミ入れて。ただでさ、遠足の疲れもあるだろうし、無理もないか。俺、もうちょっと遠くまで探しに行ってきます。岡田！頼りになるな、お前。ルミ先生はみんなを休憩所の中で休ませてあげてください。いや、そうね。普通に休ませてあげた方がいいよ。わかりました。うん。出口探すにしろ。皆さん、休憩所の中で座って待ってましょうか。そうね。もうすぐ係の人が迎えに来てくれるからね。ああ、不安にさせないようにしてるわ。あ、なんだこの曲。曲が流れ出したぞ。おお、来た。カエル卵。時間デミ、時間デミ。時間？あ、カエル卵。あ、嬉しそう。あ、カエル好きなのかな。なんだ、閉館時間だから呼びに来てくれたのか。閉館時間。すいません、俺たちもう帰る時間なんです。出口を教えていただけると。え、本当に集金タイムデミ。超取り立て屋さんだった。今日の参加料いただくデミ、メダル1枚を出すデミ。参加料、参加料、メダル1枚。最初に説明したデミ。説明してた。参加をもって同意とするデミ。毎日1枚払ってもらうデミ。毎日1枚。あ、毎日1枚取られるんだ。説明ってまさかあの映像の最初に出てきた長文のことか。あ、あの利用規約か。なんかいろいろめちゃくちゃだけど、とにかく俺たちもう帰りますから。おお、メダル。施設ももう閉館時間でしょ。おから大丈夫か。そんなメダル1枚出すデミ、出すデミ、メダルを要求している。ですからもう帰るんですって。あ、子供たちの前じゃ自由に喋れないなら、とりあえずじゃあまだ言ってんのか、岡田。おい、ピューロランドに着ぐるみなんてねえんだよ。おお、出すデミ。おお、うん、岡田のたくましい足にタックルをしている。ちょっと、うん、ああもう、え、ああ、いいか。おお、岡田、それは良くないぞお前、子供たちの前で。岡田張り手が出た。ああ、ルミ先生引いちゃってんじゃん。いや、岡田謝っとけ。大丈夫ですか？いや、とりあえずごめんなさいだろ、お前。すでに、メダル出すでに。あ、まだ言ってる。え？おお、いっぱい来た。メダル出すでに、メダル出すでに。いっぱいいるんだ、こいつら。え？うわ。おお、めっちゃ来てる。メダル出すでに、メダル、ちょ、怒ってんじゃん、これ。わ、囲まれた。メダル出すデミ、たくさん出てきたよ。おい、岡田のせいじゃないのかこれ。おお、カウンター入った。うぐ、岡田大丈夫か。いやでも今のは岡田が悪い。ゆう先生先に手出したのは岡田だから。あ、メダル、おおいただくデミ。そこ開くんだ。え、うわぁ、サンリオいいのこれ。一人一枚デミ、参加料デミ。え、サンリオのキャラですよね。ルールは絶対デミ、出すデミ。やめてよ、ちゃんと払うってば。いや、怖すぎるだろこれ。ひえいや、トラウマなるってこんなん、幼稚園児。やめろ、くそ、なんなんだよ、脅してきた。え、ビエー、あー泣いてる。ライムが、ライムさん、あー離れないで。市内だ。あ、それ市内入ってたの、背中のやつ。え、
な、なんなんだよこれ。いや、言うのが遅えよ。あ、もはや認めるしかない。え、ここはピューロランドのアトラクションの中なんかじゃなくて、お、俺たちはとんでもない悪夢のような場所、ユーロピアに迷い込んでしまったんだ。岡田、やっと気づいたかお前。うわー、すげー。あ、メタルザンス。ちょ、リストじゃん、生存者リストじゃん。誰か死ぬやつじゃん、やっぱり。え、すごいなこれ、サンリオさん。いや、面白ー。